こんにちは。全銀河好き好き大好きみくもちゃんランキング第21位のエウレカです。さあ今日も歌マクロスやっていこうと思います。こちらの歌姫ランキング21位ですね。もうこの銀河中のね、みくもちゃんファンをこうぶわーっとこうかき集めた中での21番目にエウレカがいますっていう、そういう証明と言っても過言なわけなんですよ。どれだけみくもちゃんが好きかっていうのをもうね、この銀河中のね、あのこの全プロトカルチャー文明の子孫をこう集めた中の21番目にね、みくもちゃん好きですよっていう、その位置にエウレカがいるっていうことかもしれません。前置きがくどいですね。でもね、よくよく見てください。この衣装を所持数、みくもちゃん大好き好き好き大好きみくもちゃんって言っても21位って言っても衣装の所持数が残念ながら37分の35っていうね、まっこしではないわけなんですよ。悔しい。これはもう非常に悔しい。まあ、ちょっと半分諦め気味ではあったんですが、昨日ですね、超銀河総力ライブプレイ生放送っていうのをやっている最中に、超時空ガチャっていうね、無料のガチャ、無料ではないか、一応あの歌幕パスとかでももらえる分も含まってるから完全無料っていうわけではないんですが、そのガチャを引いてたらですね、見事みくもちゃんの新衣装が、新衣装旧衣装え引けましたので、それを解放していこうかと思ったんですが、プライドが許さない。この好き好き大好きみくもちゃんランキング第21位の、しつこいですね、エウレカのプライドが許さないということで、はい、ガチャを、最新のみくもちゃん衣装ガチャをですね、再度ぶっ込んできました。ただね、珍しくっていうか、もうすごいショッキングですね。ええ、あの音が入っていませんでした。なんだこれみたいな、こんなことがありえるのかっていう、自分では信じられないぐらいボンミスを犯したので、一応映像だけは残っております。引いたガチャの動画、ぜひともご覧ください。さあということで、やってまいりましたガチャページですね。すでに撮影済みの動画でございますので、勝手に進んでいきます。そして音は一切入ってございません。まあこんな感じでね、ガチャのエウレカのね、このガチャの費用をご覧いただければと思います。昨日ですね、言いました通り、みくもちゃんの星5プレート、間違えた、星6だ、星6、失礼いたしました。星6プレートですね、お、無料でね、無料で引くことができましたので、そしたら衣装がね、37分の36になるじゃないか、だったら37分の37に運よくなってくれないかなと思って、歌唱席500個残ってたので、これ、ちょっと運よく引けたらいいなと思って、回してしまいました。おーと言ってたらみくもちゃん来ましたね。私たちの他にも誰かいるという結果なわけですよ。はい、515個、なけなしの歌唱席を使って、あれ2915個に歌唱席が増えました。はい、いきますよ、見ててください。ここですよ、この瞬間見ててください。読み込みが入らないわけですよ、ダウンロードが入らないということは、星5プレートは出ないはずなんです。なんですが、バルキリーが5機出ました。しかも確定演出、金色の
弾に切り替わりました。さらに逆転演出まで確定するんです。確定演出が出たということは星5以上のプレートが出るはずなんですが、レインボーが出なかったですね。レインボーが出ていないんです。ということはですよ、カットインが入ってレアリティアップするということなんです。読み込みが入らなかったということは星5が出ない。でも星5以上が確定している。これはもう星6が出るに間違いない。見ててください。ここです。カットインが入りまして、さあ星5じゃなくギュンギュンギュンピックアップが来ない。しかも復刻でエピソードプレートを引いたやつですよ。どうせだってだらレイナのやつに、まあこのプレート自体は確かに持っていないんです。嬉しいっちゃ嬉しいんですけどね。どうせだったらレイナのね、このチア衣装は持ってないんですよ。レイナの星6チア衣装ですね、持ってないのでね。いやもうニアミスだよこれも。しかもこの超デカルガチャなんですが、基本的に星6の出現率がこれ何度も言っておりますけど 1% です。でその中のピックアップの出現率が 0.7% なんですね。星6を引いた時の 70% 約3分の2以上の確率でピックアップが引けるはずなのに、なぜ星6引けたのにピックアップじゃない、なぜマキナの星6が出るんだ。いやマキナが嫌いとかそういう話ではないです。あ、今読み込みが入っておりましたね。これは普通に星5プレートが出るというそういうことです。でね、実は年末から年始にかけてね、この超時空ガチャちゃんと引いてたんですよ。一応星6 1枚引けておりました。その時もマキナのガチャでしたね。闇マキナガチャで星6 1枚引けたんですが、ピックアップじゃない、3分の2以上の確率でピックアップが引けるはずだったのに、すでに持ってる星6だったわけですよ。はい、妖精、銀河の妖精、これレアリティアップすると布の妖石が増えるっていうね、ちょっと残念なプレートでございます。まあそれは余談といたしまして、そうつい最近引けた、あれまた私たちの他にも誰かいる、またですね、そうつい最近に星6引けて、でもそれが要はピックアップではなかった、確率の低い方の3分の1を引いてしまった。でね、つい先ほど引いたのをピックアップではない、あ、ちょっと溜めてましたね、今引くの溜めてましたね。そう、つい先ほど引いたのはピックアップではない、確率の低い3分の1の方を引いてしまった。もうこうなったらね、もう行き着くとこまで引くまでもうやってやろうと思いまして、久しぶりです。今まではね、一生懸命星6プレート、すべてのね歌姫の星6、衣装をもうコンプリートしようと思って頑張ってたんですけど、最近は諦め気味でございます。ちょっとぐらいね、星6引けなくても復刻ガチャっていうのが来ればエピソードプレートっていうのが追加されて、そんなにね 0.7% っていう低い確率じゃなくてもちゃんとね星6衣装を取ることができるので、もう復刻にかけてはいたんですけど、いやーもうミクもちゃんとなったらね、もうこれはもうさすがに我慢の限界なわけですよ。年末から引き始めて、ステップアップガチャも引いて、でさらに割引分もちゃんと引いて、イベントチケットも引いてダメだった。だからすでに50連ぐらい引いてるところかな。で今回の60連目合わせて多分これで110か120連目ぐらいに到達したところですね。さあ見ていてください。バルキリーが1機しか飛びません。歌唱席をもうガンガン追加しておりますね。さあここでレインボーが来ました。ということは先ほど言いました、はい、星5プレートが出るときは読み込みが発生いたします。で読み込みが発生しないで星5プレートが出たということは、ついさっき引いた星5プレートと同じものか、もしくは星6プレートが来るということなんですね。ギュインギュインギュインと来て、ようやく引きました。ありがとうございます。闇雲さんプレートいただきました。闇に染まる神、いやー最高やわ。好き好き大好きミクモちゃん。
嬉しいっていう感動の瞬間の音が取れていなかったというものすごいこれを私たちの他にも誰かいる3枚目でございますね。エピソード、はい、電池が切れそうになっておりましたがエピソードが追加されました。やったー。これでね新しい衣装が解放可能になるわけなんですよ。よっしゃということでエピソード一覧へやってまいりました。見てくださいよ、麗しく謎めいて堕天使の歌。ああ嬉しい。これでみくもちゃんの衣装がですね、好き好き大好きみくもちゃんの衣装が全部コンプリート、全部コンプリート、ん？すべて、おかしいですね。コンプリートっていう時点ですべてっていう意味合い含んでるから、はい、みくもちゃんの衣装をコンプリートできるわけですよ。嬉しいですね。今回は堕天使の歌最新の星6衣装を解放していきましょう。プレートで解放いたします。長押しで一応キラキラモードを見ときましょうかね。闇に染まる神秘。いやー、つい先日ね、かなめさんのねふんどしを見たばっかりなんですけど、このみくもちゃんもヤバヤバですね。ヤバヤバのヤバですね。右太ももがちょっとヤバそうです。これ 3D モデルでぜひ見てみたいです。これから見ていきますよ。漆黒に染められどこだろう、危険な幽霊、ウルーズコスチューム、ミステリアスな歌、超越、超越、次元の超越。はい、見ていきましょうか。能力を解放していきます。いかつ解放。ストーリーはフルボイスストーリー1、2両方揃ってから見ようと決めておりますので、今回は見ません。ニュル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 とストーンの小セット、ニュルニュルニュル中セット、ニュルニュルニュルと大セット、ニュル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 歌唱席いただきまして、次ですよ、ニュルニュル、おわー嬉しい、デカマスコ、デコデコマスコット嬉しいな。闇クローズ、来月2月の総力ライブプレイ生放送の時にこのデカマスコットを設置してね、ボイス聞いていこうと思いますのでね、ぜひとも生放送もお付き合いよろしくお願いします。そしてニュル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 コンプリート。ただいま大阪のホテル、アパホテルにおります。あら、うわ見えてる、見えすぎだぞ、見えすぎだぞ、みこちゃんトルソーを受け取りまして新しい衣装ゲッツいたしました。そうしましたらホーム画面からですね、歌がちょっといろいろねうるさくなっちゃうので、ライブ画面ではなくホーム画面からみくもちゃんの新衣装見ていきましょう。あ、そう、正月モードなんですね。いやもちろんね、もちろんこのチア衣装ももう最高の最高の最高なんですけど、これを来ましたよ、衣装所持数が37分の36に上がりました。歌姫ランキング変わりません。衣装の所持数はランキングに影響がないということを証明できました。衣装変更していきましょう。うははうはは、ははは、おバイオレットノーブルね、これね、お待ちくださいね、次の動画で解放していこうと思いますので、闇クローズ上出来だわ、見ていきましょう。これは究極だ、ちょっと足元から見ていきましょうか。やばいやばいやばい、これはまずいぞ。
なんつうんですか、近未来的というか、遠い未来的というかね、このちょっとメカメカチックなところ、この足元ではなくこの肩のあたりとかはね、この闇クローズの特徴ではありますよね。なんかこのボルトを打ち込まれた的な機械風なね、そういうイメージを持たせるような、デザインになっているような気がします。かっこいいです。しかもこのヒールまた高いな、めちゃくちゃ高いですね。さあ上の方を見ていきましょうか。やばいっすねこれね、ほら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 、またこれね、YouTube さんに怒られますよ。すごいこの腰のラインと、危険だ。このね、スパッツのピチピチ感と、さらに露出度の高い、いいとこ取りですね。めちゃくちゃいいとこ取りです。この間の、かなめさんのふんどしとは比にならないぐらいのいいとこ取りです。はい。見えてるようで見えてない、でもこのピチピチ感も感じさせてくれる、ピチピチ感も、見せてくれる。なんだこの透明のこう翼みたいなのが入ってますね。あ、そしてねこのトゲのムチみたいな頭からね、なるほど、打天使の羽ですねこの頭は。いやーこれはやばいぞ。 YouTube さん怒らないでください。許してください。勘弁してください。通してください。よろしくお願いします。やばいやばいやばい。これはもう見えてるけど見えてない。その良さね、チラリズムが絶好調ですよ。もうぶっ飛んだチラリズムですね。はい。ちょっとね、いつも以上に言葉が出てきません。嬉しすぎるぞ。いやでもね、やっぱ可愛さもね、やっぱり感じられるんですよね。このちょっと羽的なね、打天使の翼的っていうところも、これもなんかやっぱプリティなんだよな。三雲さんはセクシーなだけではない、プリティですしキュートです。いやもう最高じゃないですかこの 3D モデル。もう何度も言ってますけどね、こう他の歌姫はね、ちょっと角度的にほら、なんか手で隠れちゃうとかね、ちょっとね、ちょっと胸元見せてくれないのとかちょっと思う時あるんですけど、三雲ちゃんのこの 3D モデル、どの角度から見てもね、いやー止められないよ。これは止まらないですね。ワルキューレが止まらないですね。もうパーフェクト、360度どこから見てもほら最高じゃないですかねえ。あ、ごめんなさい。そろそろ終わりにしとこうか。ちょっとこの後ね、バサラライブを見に行かなきゃいけないので、じゃあ、これで、一曲、特別演出見ていきましょうか。あー、止まらない。ほんと止まらないわ。はい、そうしましたらライブページへやってまいりました。これで1曲プレイしていきましょう。久しぶりにね、言っておきますと、マクロスの楽曲は著作権の関係上 YouTube ではね、流すことができませんので、皆さんは演出だけ見ておいてください。エウレカが気が向いたらなんか歌ったりすることもありますので、音は聞かない方がいいですよ。じゃあこれで曲やってきます。女神の歌をあなたに、イヤホンぶっ刺してきましてやってきます。あら、許可してください。 OK、 大丈夫かな。思いっきり飛んでやるぜ。乗ってきたぜ。あ、全然乗ってねえや。イエーイビバディーショータイム、ここでヘイゴーマン破壊、イエーイロックロック、イエーイいつでもジャスピーク、 I know the maybe you like, I gonna nom 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 say na 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 what you say, I gonna make you mine na 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 na, are you crazy never let you go, you got him never know we sacrifice。
What the hell is going on? You lie so crazy. Break it down, break it down, break it down. Are you serious? Maybe, maybe, oh, just make it reality. So crazy, crazy, get up, what you say? I know what you want. You are the only one, take me higher. Tell me what's the meaning of darkness, darkness. No way out, let me tell you. Oh, show me the way, the no way, no way out.私についてきなさい。いやー素晴らしい、素晴らしいですね。みくもちゃん最高でした。もうこの曲はね、もうこのみくもちゃんのためにね、やみくもちゃんですねのためにね、そのために取っておいた、もうそうそうなん、この銀河のすべてに私の歌を届けるわまあ何を取っておいたかちょっとよくわからないですけど、いやーいい演出見られた気がします。全然見えておりませんでしたけど、なんか後ろでこうもこもこ動いているのは見えていた気がします。じっくり、見て楽しんでいこうと思います。演出ね、まあなんだ、闇マキナ、闇レイナ、闇カナメさんまでは来てるわけですね。あと闇フレイヤだけ出てない。まあフレイヤも来る、まあどうせ来るんでしょうけど、でもどうせだったらこれちょっとね、グロインザダークではなく、ちょっと別のね、闇キューレの曲でね、やってほしいなっていうところは、思いますけど。どうでしょうか？来月来るんでしょうか？来なくてもいい気がする。来てもどっちでもいい。どっちも楽しみでございます。もうとにかくね、このみくもちゃんの闇雲ちゃん衣装を取れたっていう、それだけで嬉しいです。あれ？でも闇雲ちゃんって実際どうなんだろう？一切にもなってない。そういうことなのか？みくもちゃん3歳。闇雲ちゃん0歳。ここいら辺で終了といたします。ご視聴どうもありがとうございました。バーサラライブ行ってきます。